雪が積もったらそれを握って食えるな。アルベド旅人パイモン、君たち二人の雪山の一驚く。しかし足跡の数、冒険者と早速今から。うわあ、あっちの方からだ。まさかあの偽物が。あ、行くぞ。石？うわ！なんでイノシシが。おい、さっきの石動かなかったか？はあ、災難だった。そうだね。しかもイベント参加のお前たち土砂崩れや落人生の一。とにかく幸いジェラ、ごめん、全部俺のせいだ。余計なトラ、なんて言えばいいかわからないが。ああ、確かにそうだぞ。そうか、私のも分けてあげる。まあここ数日はみんなうん、きっと大丈夫。宝探しのカラスマークで、それって表と裏があって運気の本質。例えばカラスマークの、もういこいつの言ってることデタラメだ。みんな、さっきカラスマークの表裏を外したから、今度こそ無事。まさか。試してみよう。この道で間違いないんだな。実に不思議だ。私普段こういう。アンバー、もし今後、わかった。そう言われると。みんな疲れて、おいらも。このままだとアンバーが雪の上で寝てしまうわ。へっ、ここだ。自由に座るといい。ふん。拠点に人数分の椅子がないことを忘れていた。少し待っててくれ。何してるんだ？絵を描いてるのか？お絵描きだ。椅子を描いているわ。待って、まさか描いた後に錬金術で実物にできるの？そんなことが可能なわけ？僕の絵は一種の設計図とみなすことができる。錬金術を使えば製造過程を省けるし、とても簡単な技術さ。数々の研究と実験をすれば、この技術を駆使して生物の創造をすることさえできる。椅子が作れるんなら背もたれ付きのやつをリクエストしてもいいか？問題ない。俺、私もじゃあオイラもだとしても。マジかよ、
本当？その必要があるのなら夕食にはまだ時間がある。アルベドにばかり任せちゃ悪いよ。もう少し待っ、もうほとんどで、よし、できた。これでほとんど完成したな。みんなモンド城で人気の、遠慮せずに食べると、ふわいい香りだ。じゃあ遠慮なく。待って、そのうまかった。アルベドってほんと謙虚だよな。どれもレストランに引けを取ら、そうなのかもしれない。だよな、オイラもそう思って。なるほど、確かに筋がと、腹いっぱいになったら眠くなってきた。ベネット、座ったまま寝ちゃったの？眠っていると、ぐっすり眠ってるな。人参とお肉のハニーソテー。アンバーそうだよ、旅人、知ってた？私ね、エウルアと初めて会ったばかり、いつも同じものを注文するから。しかもサラさんたら、モンド城のみんなが私たちみたいな注文の、いつも一緒、オイラもいつもただ一緒に食事をするだけの、一度きりではなく何度も、オイラ分かったぞ。みんな気づ、もう休憩時間なら自由行動に移ってもいいわよね。それじゃあこんなに遅くに冷水風呂に行くの？君はもうね。やっぱりエウル、冷水風呂、ベネットの、よし、二人とも絵を描く時間だ。何を描くか聞かなくてもきっと最、うん、いいぞ。行こう、それじゃここで絵を描こう。オイラが優雅なポーズを取るから、それを参考にするといい。おい、なんだよその顔。オイラをやる気があるのは、行こう。それじゃあ頭のほう、ぬえ、まあいいか。なんか喜べそうにない作品になりそうだ。どれどれ、うわ、なんだよ、お前滑らか。それに旅人、君は昔どこかで、本当か、なるほど、パイモンがこの絵を理想的だと思わないの。完成だ、パイモン。こ完全に書き直されてる。こんなに芸術的加工は、この言葉の意味は、絵の土台となる根源は君だ。僕はただ些細な工夫、確かに書き直し、見れば見るほど好きになるし。今度これを持ってみんな、いいんだ、今度機会がある。こんな大勢、雪山では夜が明けたな。みんなと合流しようぜ。よ、おはよう。昨日は普段通り、悪くなかった。日中は日差しも明るいから参道も歩く。よし、行こう。さっき拠点でまたカラスマークを投げたんだが外れだったぜ。悪い運気を消耗したから今日は無事に山を降りられるってことだね。おう、
そういうことだ。今回はきっといけるさ。まずい、雪崩だ。避けろ。平気よ。それよりもあの二人が見当たらないわ。おそらく雪崩に巻き込む。落ちた？大丈夫？彼らの実力、一刻も早く行こう。おう。するわ。ベネット、お前か？みんな、俺はここだ。大丈夫か？今確か無事でよかった。めまいがするのなら平気平気。この程度のことにはいつも遭遇。そうだ、アルベドは？アルベドはお前と一緒にが。ベネットが見つかったのなら。うん。彼の姿はこっちにもいなかったぜ。おかしいな。みんな、あ、アルベド。問題ない。やっとみんな揃った。みんな、俺思ったんだ。カラスマークのみんな。そんなこと言う。そうだよ。それに雪山はもともととっても危険なところだし、雪山で雪崩に遭うのだっておかしなことじゃない。旅人、どうしたの？どうしたんだ？顔色が悪いぞ。あ、もしかしてお前も頭を打ったのか？みんな、なんだか今は一個。うん。行くぞ。勝利はすぐ拠点に着いたら、みんな無事にたどり着けますよ。おい、どうしたんだ？何かがおかしい？こんなに長く、エウルは？ほら、ごめん。昔雪山へエウルは気温がもう少し。そうね。人、アルベド、ここ。ああ、この辺りは
私もまだ頭がクラクラ。どちらでも構わない、ついてくるといい。待って。みんな、ベネットとアンバーの顔色が悪いから、少し休憩してもいいかしら。そう。え？私？さっき混乱した状況。気づいてたんだ。大丈夫。体の方が大事だ。うん。ごめんね。ありがとう。みんな。めまいがするときは水を飲むと少し楽になるんだ。ありがとうベネット。こういうのベネットもめまいが。エウルアって冷たく見えるけど、旅人、顔色が悪いけど長く戦い続け、私もなんだかおかしな感じがするわ。これらの推測を旅人、君は魔物は非常に複雑な構成をしている。みんな自分の身を守って、攻撃は私に任せて。さばきの雷、ヒュッ。フラッグ、おい、はい、さあ、はっ、おっ、さあ、はっ、剣女盤石。無我の境地。
眼光不落、いざ。天理チョーク。いえ、無駄だ。せ。さ、や、は。難攻不落。見切りました。せー。はっ。新天道地。怪我はないかい？大丈夫。この魔物。ああ、君の考えたように。でも、鳥。普通は不可能だ。おそらく、この。そんなことあるのか？この雪山には、魔竜ドゥリンの死体が眠っている。ドゥリンは人によって、だから。どうやらあの雪崩も、この偽物が。ああ。君たちが下山途中。あ、そんなこ。可能性がないとは言い。だけど。目的は何？うん、その点についてトリックフラワーは、つまりそれらの本能には原型に近づき植物に偽装する場合、その植物に姿を変え、しかしお前にとって変わってオイラ、ああ、雪崩を、やつはずっと僕たちを観察していた。うん、確かに。やつがジョエルに近づいて攻撃。おそらくそうだろう。幸いなことにすぐに気づけたわ、旅人。俺も聞きたいぜ。俺は。なるほど、やはり。信じられない。何はともあれ、それはもし山から落ちても。え、あでは、おう、行こうぜ。来たぜ。サイリウスさんはいないみたい。多分山の上に。アンバ、うん、私は。今回は本当にお前たちのおかげだ。みんなに感謝の気。ベネットの体質からしてこれも、人からもらった恩は何度経験しようとしっかり心の中に刻んでるんだ。その感謝の気持ちを。おい、その通りだな。俺はずっとそれをやってきた。そうだな。サイリウスさんが戻ってきたら、俺、はあ、なんだか。そうだね。私は少し休むわ。私も水を飲んで、あと果物を食べてくる。こいつらが下山できない呪いも
か、なんだか一大事をな。だったら僕と一緒に来てくれ。感づいていたのか。うえ、また拠点に行くの。うん。君たちをまたここに呼び出してすまない。さっきのニス。ああ、旅人。君が、ああ。おお。うん。このひし形。入れ。いや。君たちは吹きガラス、吹きガラス。その名の通り、空気、それが原因で、こうい。なんだか。とても奇妙で美しいこの印も、人工生命と自然生命の違い。自然生命の力は、そして。錬金剤の雫。そうやってできた。このような想像に、あの偽物は自身。君は他のパイモンの言う通り、人間は超越とき自らと言い換えれば、そういえば物語は。そうかい。ふふん。それなら素材はいいぞ。創作は急ぐ。その時は。物語。確かに事前に思いつくべきだった。竜の腹には師匠が作った失敗作があった。それが物語の原点。もし僕たちの立場が逆転し、当時生き残ったのが君だったら、僕は放棄された実験品として、原初の人間計画の失敗者として君にとって変わろうとするだろう。自らの姿を君に変え、君の錬金術を学び、奇跡の生物を創造して注意をそらす。そして隙を見つけ、唯一秘密を見破れる旅人を排除しようとするだろう。そうすれば僕はこの世に生まれた喜びを取り戻せる。